こんにちは、元バンディット 400V です。今回は開封動画をお届けします。ヨドバシカメラで購入しました LED のライト、センサー、人感センサーのライトです。で、今まで使ってたのこういうタイプなんですけども、まあ廊下に置いてて、まあ人が通ったら、足元を照らしてくれるっていうやつです。で、コンセントタイプのやつですね。乾電池のやつもあるんですけども、ちょっと電池は嫌なんで、コンセントタイプで、これ直接ですね、なんだろう、端子がついてるわけじゃなくて、こう非接触で充電できるものなんですけども、要はこの充電が効かなくなりました。なんで、買い替えたと。全く同じ商品も売ってたんですが、ちょっと今回違うものをしてます。買ったのはこういうやつですね。人感明暗センサーライト、廊下におすすめっていう、ここがセンサーですかね。で、お値段はいくらだったかな、どれだろう、あ、935円、矢沢ってやつですね。はい、ごちそう。すごい単純ですね。そっか、暗くなって人を感知するとつくというタイプのやつみたいですね。あ、そっか、非常灯にはならないんかな、そうするとね、もしかすると。そっか、このタイプは、これは一応ね、非常時の時もね、こうやってね、ライトになるんですよね。これは多分そういうのがないから、停電になったらアウトかな、これもしかすると。あー、ちょっと失敗したかな。なるほど、ちょっと、はい、なるほどね。一旦、はい、開封は以上です。